FM 小座をお聞きの皆さんこんにちはこの時間からはナッチーのラジオでもソングマイライフを30分間お届けしていきたいと思いますあなたの人生を変えたあの曲辛い時偶然街中で聴いたあの曲に助けられましたあの歌を聴いて私は今こういう夢を持っていますなどなどあなたのあの一心を変えてくれた一曲を エピソードと一緒にリクエストしてもらって思い出の音楽を皆さんと共有していくリスナー参加型のラジオ番組となっておりますさあ昨日はですね成人の日を迎えましてですね私、えーまあ、今年がですね成人の日だったんですけども、はい、無事ですね昨日一昨日と、えー、成人式を迎えることができまして和装、えーまあ、と、えー 昨日はですね、ハッピーアイランドでもゲストで呼んでいただいたので、その時に、郵、え、送、ー。 念願だったた流でですすねね皆さんににお披露目することができました本当に、ね、念願ていうかずっとねあの流葬を着るっていうのが私にとって夢だったのねなんでか分かんないんだけどなんか流葬を着て写真を撮りたいっていうのが夢で、はい、今回ですね昨日ねこういうのが叶ってね本当になんか幸せいっぱいで着付けをしてもらっている時からもうなんか幸せだな本当に流装を着るんだっていう 実感が本当に湧いてきて、着て終わった時、あの鏡見た時の自分が本当に自分じゃないぐらい。本当にね、沖縄の魅力が、えー、溢れていました。本当にね、沖縄に生まれてよかったなって思,う思っちゃうぐらい。なんか綺麗でしたね。自分でも言うん,なんですけど、<laughs> とりあえず綺麗でした。<laughs> さあえー、昨日はですね数々の人に協力してもらいですねはいねお祝いの言葉もたくさんもらって、えー、大人として、えー、こうやって仲間入りかななんか迎えることができたんですけども何かねちょっとこうライブを終わってこう込み上げてくるものがあってですねやっぱりあのー、まあ自分で大人大人とかねちょっと小さい子が言ってんだけどなんか。 大大人大人自分で言い過ぎて「あれちょっと待ってよ」と思ってツイキャスの皆さんもですね今え私のラジオ見ることができて「なっちももう大人だね」とか「SNS でもなっちももう今日から大人だね」とか「立派な大人になれるようにね」とかいろいろ言葉をもらうんですけど本当になんか大人ってあのなんだろうなって思う時がちょっと今今ですよありましてなんか。 ねなんかね、大人になりたかったくせに今大人になったから大人って何だって思う,思う自分もなんか不思議だなっては思うんですけどね。<laughs> そうで成人イコール大人っていうのはやっぱり去年のね誕生日からあの、まあ、20歳になっていたからさ私あの成人式を迎えることにこう当たって改めてこうあ,のあれ大人って二十歳から、まあ、法律でもね二十歳からはこう,どうのこうのとか、えーね、責任を 追わなきゃいけない年っていうのは分かってたんですけど本当にね世界的なことをこう想像して思うんですけどアメリカってね何歳からとかお酒も二十歳からって日本はなってるんだけどあの外人では21歳から、まね、飲んでっていうこのあれもあるさこの差ってなんだろうなと思ってね大人っていうのを認めているこの、ね、国の違いっていうのが本当に何か不思議で。 思っっちゃってねなんかその時のまあ何て言うのかなその二十歳の年が来たらあのねなんかあれ自分って焦らないといけないのかなとか思っちゃったり <laughs> こうするのがあってそうそうそう、はい、そういうのがね何かのな何、まあ、か物差しでね、まあ、誰かとこうやった比べやったりとか、えー、大人って本当に何だろうとか思う時があったんですね。ででその時ににいつでもなんか年取るたんびにあの 自分にとって救われる曲がありまして今流してもらっている負けないよう笑えるようにでございますぜひですねこの負けないよう笑えるようにを聞いて、えー、またねちょっと改めてお話をしたいと思いますぜひ今は負けないよう笑えるように聞いてください 今お届けした曲が私のオリジナルソング「負けないよう笑えるように」でした。 このラジオ番組ではメッセージもリクエスト曲も募集しておりますあなたの背中を押してくれたあの一曲をエピソードと一緒に送ってください今日はですね、えー、私がちょっと大人について考えちゃって、えー、30分でも足りないぐらい語ってしまうので皆さんも一緒に、えー、20歳何していたかなとか大人ってなんだろうって思う時があったら、えー、いつでもメールくださいよろしくお願いしますメールアドレスは 761-fmcoza.jp ファックスは、零九八九三四の八六五三となっております。ツイキャス・ユーストリームでも、音声と映像を配信しております。FM カザのホームページから見ることができますので、そちらから。でも、この番組を見て、聞いて、楽しんでいただけると嬉しいです。よろしくお願いしますということでね先ほどですね、私がちょっと大人に。 なるからね、大人についてどういうことかといろいろ考えて CM 中ねあの学校なんていうのかな、えー、自分が高校生とか学生時代の時にね あそうそう最初こういうコメントがあったのさ、えー、ツイキャスで20歳から30歳までは本当にあっという間ですよって書いてあったんだよねそういつきさんがねでその時に私が思ったのが本当にお父さんとお母さんに言われて本当にあっという間だよって一日一日大事に生きないとねって言われた時に本当にあっという間なのかなって思ったんですよで私があっという間って思った時期っていうのはあってやっぱり学生時代の時だったんですね で本当に中学高校時代の時は私ちゃんと一応あの真面目にやってきたんですけど私の中では10年近くいたぐらいのもう高校生活学生時代だったんですよねそう早くなあもうなんで卒業しないんだろうな私とかちゃんと一応卒業したんですけど3年通ってそう高校もねやってたんだけどそうそう10年近くいたような感じだったんです。はい、本当に そう。長く感じるのよね,ね。それもさなんか多分さ子供だったからかもしれないよ。前が。 早く大人になりたいな、みたいな、ちょっと意識もあったから、あったのかもしんない、こういう意識があ。こんなって考えるとね、本当にね、子供だったなって思うんですけど、まあ20歳ではすでに <laughs> 思うんですけど、まあね、思いますね。でもさ、この、なんていうのかな、大人と子供のこの差っていうのは案外ある気がしてない気がするんですよね、私にとって。で、なんでそれに気づかされたかっていうと、なんかね、 あの何,何歳ぐらいの人かな私の知っている関係者がだいぶあのお母さんよりも年上であのお仕事をなさっている方なんですけどもこの人が言った言葉は「僕さ大人になりたくないからずっと子供のままでいる」って言ったんですよそう言ったんです私に。でどういう意味なんだろうなと思ってずっと見てたら本当にね 自分の時間を自由にやって自由に仕事をして楽しんでとかやるのが本当にうまかったんですよ。あこういう子供っていうやり方は本当にに何かいいなって逆に思ってしまっていい意味で子供っていいんだなって思ってしまったんですよねだからこうやって自分の好きなことを好きなだけやっているってある意味輝いていましたよあ彼は本当にうんで。 その時にもあ大人と子供の差って意外にないんだろうなと思ったんですよ何歳だから子供大人にならないといけないとか子供から卒業しないといけないとかそういうのをもう自分の中でわあって考えたんですけど案外自分の意識で こうやって大人になるって言ったら15歳からでも島から出てね1人暮らししてとか15歳から、えーまあ、大人のね仲間入りになった人もいればずっと子供のままでいるっていうね先輩方もいるわけですよ。そんなって考えたらまあね同じなんだなって思いました。うん、意識の問題だねっていうか、うん 本当に思っただから成人を迎えたからといって自分がねあのちょっと大人ぶったりとかそういうのをしないでまたねそれよりも一日一日誰かと出会ってそういうご縁があるたんびに感謝を忘れずにちょっとねあのご縁を大切に人,人を大切にしていきたいなとは思いますね。やっぱり出会っていく人ってどんどんね多くなっていきくと思うし、ね、そういうのもあるからって思いましたね。はい、そんな 思った、えー、私の、まあ、昨日一昨日い今日みたいなね日日間間こうこう考考ええていましたねねねすぎるよ、ね、私、ね、変なもう一つのことも考えすぎちゃっても大変私ねすくい上げてもらわないとちょっとね考えすぎちゃうのよ本当にそに毎回すくい上げられてもらってんだけどそうそうそう思っちゃった一日でしたとで、えー、私が今回またあのちゃんと流したい皆さんに聞かしたい曲がありまして。 でちゃんんとエピソードもあるんですよこの次に流す曲があの、まあ、カバーソングなんですけどカバーソング人の曲なんですけども「スーパーフライ」さんの曲なんですね。でこの、えー「スーパーフライ」さんの曲を出会った時がですね自分が体調不良の時かなあれの時に、えーまあ、たまたま入院した時期があって活動も休止した時期があったじゃないですか皆さん何<歳>そう。何歳だったっけあれ十四歳あ十15歳の時からか。 15歳の時にちょっと半年間かなぐらいちょっとねあの吸収してた時があったんですけどこの時にずっと入院してたんですよ。はい、で歩けもね座りもできなかったんでずっとベッドで寝たきりだったんですけどその時に思ったのがやっぱり家族ってねやっぱ毎日お見舞いに行くのは当然当然っていうかなんか、ね、家族だからこそやることじゃないですか。だけどその中で弟も自分いるんですけど弟も。 あの休日はいつも私の病室に来て面白い話をしたりとかお母さんたちも私の好きなものを好きな食べ物飲み物を買ってくれたりとか何か面白いことを考えてギャグを考えてねこうやってくれたりとかする行いっていうのはやっぱり家族だからこそっていうわけではなくて愛があるからこそ、えー、行われたことなんだなと思っていてで愛っていうのは目に見えるものってあると思うんですけど目に見えないものがほとんどじゃないですか。 だからそれをどう受け取るかっていうのは私次第でもあるし相手次第でもあるんですね発した時でも受け取る側でもどういうことが愛なのかっていうのを自分はその時に考えさせられたんですね。で、 まあ、自分がこんなねあの思われていてあのファンの方もねゆっくり休んでとかいきなりねアーティスト仲間さんがお見舞いに来て「ヤッホー」って来てくれたりそういうちっちゃなことが私にとってはすごく嬉しくてその感謝の気持ちっていうのをすごい込み上げてきてどうやってまあ歌えない時期がこの時だったからどうやって伝えればいいんだろうって思った時に不意に私の,あの携帯に。 あのちょっと YouTube で開けられてトップに出てきたのがスーパーフライさんの輝く月のよようにだったんですよこの歌詞を何気なく聞いたんですけどこの歌詞の中で「誰かのために生きたい」とか「誰かのためになりたい」でも「そんな」って思えたのはきっとあなたに出会えたからだとか生まれ変わったんだよ私はっていう歌詞があるんですよそれがね本当に素敵な歌詞でで「愛を知って輝きだす」っていうサビのところであるんですよ これがもうすごくよくて本当だよ愛,愛を知ってみんな輝き出すんだよと思ってもうねやっぱり私にはなんか歌しかないと思ったんですよ歌で気づかされたから15歳で, <laughs> 15歳でいやいやいやでもねみんなねそう,そう思うんですけどもねいろんな意味でね。はい でこの時に、ね、スーパーオフライソンの曲を聴いて涙を流しながらいや本当にありがたいことだやっぱり私は歌うために一生懸命治療に専念しようと言ってせ先生たちと一緒に入院、まあ、頑張って、ね、生活して闘病生活続けてなんと今,こう今が、ね、あるんですけどもね本当にあの時がなかったら私ってね本当にもうまた、まあ、違う意味でここにいたんじゃないかなと思いますね。うん そういう思い入れがある曲ですぜひ聴いてください輝く月のように さあスーパーフライさんの、えー、輝く月のようにお届けいたしました続いてエンディングに、えー、撮ってあるのが FM 小座をお聞きの皆さんこんにちはこの時間からはナッチーのラジオでもソングマイライフを30分間お届けしていきたいと思いますあなたの人生を変えたあの曲辛い時偶然街中で聴いたあの曲に助けられましたあの歌を聴いて私は今こういう夢を持っていますなどなどあなたのあの一心を変えてくれた一曲を エピソードと一緒にリクエストしてもらって思い出の音楽を皆さんと共有していくリスナー参加型のラジオ番組となっておりますさあ、昨日はですね成人の日を迎えましてですね私、えーまあ、今年がですね成人の日だったんですけども、はい、無事ですね、昨日一昨日と、えー、成人式を迎えることができまして和装、えーまあ、と、えー 昨日はですね、ハッピーアイランドでもゲストで呼んでいただいたので、その時に、えー、流装、念願だった流装をですね皆さんにお披露目することができました。本当にね、念願というか、ずっとね、あの流装を着るっていうのが私にとって夢だったのね、なんでかわかんないんだけど、なんか流装を着て写真を撮りたいっていうのが夢で、はい、今回ですね、昨日ね、 こういういのが叶ってね、本当に何か幸せいっぱいで着付けをしてもらっている時からもうなんか幸せだな本当に流走を着るんだっていう実感が本当に湧いてきて着て終わった時あの鏡見た時の自分が本当に自分じゃないぐらい本当にね沖縄の魅力が、えー、溢れていました。本当にね、沖縄に生まれてよかったなって思,う思っちゃうぐらいなんか綺麗でしたね自分でも言うんなんですけど <laughs> とりあえず綺麗でした。<laughs> さあえー、昨日はですね数々の人に協力してもらいですね,、はい、ねお祝いの言葉もたくさんもらって、えー、大人として、えー、こうやって仲間入りかななんか迎えることができたんですけども何かねちょっとこうライブを終わってこう込み上げてくるものがあってですねやっぱり、あのーまあ、自分で大人大人とか、ね、ちょっと小さい子が言ってんだけどなんか。 大人大人自分で言い過ぎて「あれちょっと待ってよ」と思ってツイキャスの皆さんもですね今え私のラジオ見ることができて「なっちももう大人だね」とか「SNS でもなっちももう今日から大人だね」とか「立派な大人になれるようにね」とかいろいろ言葉をもらうんですけど本当になんか大人ってあのなんだろうなって思う時がちょっと今今ですよありましてなんか。 ねなんかね、大人になりたかったくせに今大人になったから大人って何だって思う,思う自分もなんか不思議だなっては思うんですけどね。<laughs> そうで成人イコール大人っていうのはやっぱり去年のね誕生日からあの、まあ、20歳になっていたからさ私あの成人式を迎えることに当たって改めてこうあ,のあれ大人って二十歳から、まあ、法律でもね二十歳からはこう,どうのこうのとか、えーね、責任を 追わなきゃいけない年っていうのは分かってたんですけど本当にね世界的なことをこう想像して思うんですけどアメリカってね何歳からとかお酒も二十歳からって日本はなってるんだけどあの外人では21歳から、まね、飲んでっていうこのあれもあるさこの差ってなんだろうなと思ってね大人っていうのを認めているこの、ね、国の違いっていうのが本当に何か不思議で。 思っっちゃってねなんかその時のまあ何て言うのかなその二十歳の年が来たらあのねなんかあれ自分って焦らないといけないのかなとか思っちゃったり <laughs> こうするのがあってそうそうそう、はい、そういうのがね何かのな何、まあ、か物差しでね、まあ、誰かとこうやった比べやったりとか、えー、大人って本当に何だろうとか思う時があったんですね。ででその時ににいつでもなんか年取るたんびにあの 自分にとって救われる曲がありまして、今流してもらっている、負けないよう、笑えるようにでございます。ぜひですね、この負けないよう、